はい、どうもすいません。はい、フラットアースさん、フラットアースさんですね。長いことを見てますけども、あともう4年間、ね、ラプト理論、ラプト理論ですね、ラプト理論とフラットアースさん、ちょっと一致しましたね。はい、核兵器は存在しない、核兵器は存在しない、核兵器は存在しないということです。はい、それから核爆弾は存在しない、核兵器は存在しない、核爆弾は存在しない。はい、これラプト理論と一致してですね、で私もあのね、原子力発電所は存在しないと思いますね。あの電気って簡単にできるじゃないですかね、自転車走ればできるんだから、うん、だからあのね、うん、それね、暴露が出てほしいなと思って、もう4年間ですよ、4年間やってきました。でもフラットアースさんがこれもねピッてやったんで、もう何千人かの方は見ますのでね、でラプトさんの関係の方ももう、うん、ラプト理論見てる人はどれだけ、まあどんなに少なくても100万人以上はいますよね、うん、100万人以上はいますよ、うん、もっといますね、うん、500万ね、まあラプト理論嫌いな人もいるでしょうけど、まあ好き嫌いはともかくね、これ一致したんでもんですからね、ちょっと今録音してですね、はい、他にもね、あのそういう方 いらっしゃればね、アインシュタインは全部嘘とかね、うん、いっぱいもう長いことやってきましたけれどもですね、うん、本当のことがね出てほしいですね、うん、放射能はないとかね、放射能ないってもうどんだけもうね、あ、それはあの私 のあれだ、信じて宇宙人も言ってますからね、宇宙人さんね、あの南エアシュタールさんね、南エアシュタールさんも書かせていただきましょう、はい、放射能がないってね、うん、嘘だってね、あの南エアシュタールレディオさん出てきたんですよ、うん、だからね、やっぱりね、宇宙人さんの言ってることはね、あの本当にね、あの合ってんですよ、うん、かなり合ってんですよ。だけど肝心なことは教えてくれないんですよね、あのレプティリアンっていうね、宇宙人がどこにいるのかね、うん、そう、だからちょっと私は、うん、どうなのかなと。そうしたら最近ね、宇宙人を否定する人増えてますね、増えてますね、うん、だけど分からないんですよ、まだ分かんないんですよ。だからバン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 否定する人が増えればですね、否定する人が増えれば増えるほど本当のことを言わないといけない状況に追い込まれてきますので、うん、だからこれは私もやってんですよ、うん、もっと否定する人がですね増えないとですね、ね、これはどうなんだ、レプティリアンどこにいるんだとかね、うん、引き寄せの法則どうなんだとね、うん、なんだろうね、うん、もう本当にね、だから思考を現実化するっていうね、思考を現実化する、これは確かに現実化しますよ、このピアノ練習すればね、これ思考が現実化するってことですね、練習すればですね、なんですよね、はい、ということで、何でもですね、何でもどうぞ、もうここにね、コメントにね、お前バカだとか死ねとかね、あ、死ねはまずい、死ねはまずいですけどね、死ねはまずいで狂ってるとかね、あのいっぱい書いてください、もうお前狂ってるからね、もう、うん、どっか行けとかね、うん、どこも行くとこないんですけどね、うん、何でも結構ですので、はい、もうあの遠慮しなくて大丈夫ですからね、はい、もちろんね、あのその反対意見は書くかなんかするかもしれないですけどね、うん、あとなんかね、私こういうこと知ってますとかね、何でも、あ、この間なんだか、エデンっていう YouTube、 エデンだっけな、それなんか書いてくださったのかな、うん、ちょっとあれですけどね、うん、あの消さなくて大丈夫ですから、別に、あ、その YouTube 私知ってますよね、あんまり見ないですけどね、あんまり私にはもうあんまり必要ないのでね、なんか森の中、ん、森と木となんとかって出てくるとか、存在しないとかなんとか出てくるやつですよね、うん、
あの英語で、英語だからあんまり見ないんですよ。うん、だまあ要は何なんだっていうことでね、もっとこう要は何なんだっていうねことなんですよ。もう本当にね、要は何ですかっていう、うん、要約すると何ですかっていうことでですね、うん、ああそうだ、南エアシュタールさんのね本もね、あれでやってほしいですね。なんか要約の本の要約の人が やってんじゃないですか、いろんな本ね。うん、あれはどうなのかな、うん、あれを訴えられちゃうのかな、うん、できないのかな、わかんないですけど、私はもう何にも遠慮しないのでね、はい、まあ、前回山田孝之さんのね話ね、ちょっとやばいやばいみたいですよ。相当やばいでしょこれね、うん、これは、うん、間違いないですよ、うん、全消去ですからね山田孝之さんのね。はい、その前はな、立花隆さんのタイマーですね立花隆さんのタイマーですね、うん、あれはでも外国だから、まあ、うん、法律的にはまあまあね、そういうのはね、立花さんはバカじゃないからね、バカではないですからね、うん、だけどわざわざ喋る、うん、必要があるのか分かんない、その意図は分からないですよ、分からないですよ、だってね、うん、だって、うん、分からないんでその辺が分かんないですね。あとね、聴導員大学さんとの関係とかね、その辺がね、聴導員大学さんでね、ごぼうの党とかね、令和新選組とかね、参政党と NHK 党をお作りになられた聴導員大学さんですね、有名なね。はい、どうもすいません、はい、失礼します。